俺より強いつに会いに行くという不疎通のキャッチコピーはまだ見ぬ、えー、未知の強敵との出会いが、えー、このように残っているというワクワク感があってとても良いと思うのですが最近だと世界で一番強いプレイヤーは大体この辺の人たちでこのその人たちがどういうプレイをしているのかが簡単に分かってしまうのでワクワク感が薄れている感じがしますネットの発達によって便利になったことは多いですが未知の世界に未知の強敵がいるかもしれないという感覚がなくなっていくのは寂しい感じがしますあこれはほんまそうっすねうんでももう無理っすよね 今の時代それってネットがあるから結局調べたらもうほとんどのことが分かっちゃうんでうんまあだからそのそう鉄拳のパキスタンは本当に盛り上がったけどうんもうないっすよね都市伝説みたいなもんないしねああ最近そのスマブラのねアコーラさんとかはこれに近いものがあるよねでもさこれって結局ただの妄想だよね いや、違うよ。昔はだって本当に分かんなかったから。まあ、俺より強い奴に会いに行くっていうのはちょっとわかんないけど、まあ、最初はその友達が対戦相手で、ゲーセン行ったら強い奴がいて、で、隣町のゲーセン行ったらもっと強いやつがいて、みたいな感じだったんや。いろ,いろんな人と出会っていくみたいな。ゲームを通じて。それがめちゃくちゃ面白かったんやけど、で、なんかその、どこどこの地方にはこんな奴がいるらしいとか、まあ、そういうのがいっぱいあって、それがまあ、海外なんか韓国ではめちゃくちゃ強いやつ。 やつがいいるらしいとかそういう世界が広がっていくみたいなのはめちゃくちゃありましたね2000年ぐらいまでまあスト法もてかスト法が入ったよりもそれなんですよスト法はそれを全部回収したゲームなんですよね全国に強いやつがいてそれをみんなやって直接対戦してでさらに海外にも強いやつがいて海外の人とも対戦して世界大会やってとか で、さらに大会だけじゃ分かんないから、10先やったりとか、そういうの全部やったのがスト4なんですよ。だから、本当に盛り上がったんですよ。まあ、だから今はもうそれがあんまないですね。うん。まあ、俺よく思うんですけど、その、まあ、分かんない人はちょっと分かんないですけど、スト4までがドラゴンボール Z で、スト4以降はドラゴンボールスーパー。もうなんか、みんな友達で、 それ以降は。みんな顔見知りであとはなんかもうまあ対戦してその腕を上げていくまあ、切磋琢磨したいとか大会で勝ち負けを決めるっていうでももうお互い強いことは分かってるみたいなそういう感覚やねほぼまではほんまにいやほんまにこいつ強いんかいみたいなのをみんなが思ってたど,どんぐらいその人が強いかっては分かんなかったっていう感じだったからこれがやっぱりまあ盛り上がりに人が勝ってたのかなっていう感じですかねまあ 今の状況は今の状況でね、いいこといっぱいあるんですけど、まあ、寂しさもあるってのはそうですね。いろんな格芸を配信しているハイさんに質問させてください、えー。プロではなぜ現役ではない古い格具をやっても強さを維持できるんでしょうか、えー、昨年のコロナ禍で新しい格芸をやろうとスト5を始めました。思った通り楽しくて、休みは一日中 PC にかじりつき、半年でスパ隊まで駆け上がっていきました。しかし、今年の春先にまさかの海外出張が入り、えー、2ヶ月間できなかったのです。 急いでやっても、えー、後の祭り、全く勝てなくなり、LP も8000ポイントを失いました。えー、と昔から格芸やってただけに、たった2ヶ月でここまで実力が落ちるのはショックで、格芸引退も考えています。格芸のノウハウを失わない秘訣を教えてほしいです。いや、これはあのー、プロ勢とかはもう、半年とかいうレビューじゃないんで。てか、あの、普通は、あの、短時間で身につけたものは、短時間で失われます。これ、桜木花道も言ってたと思うんですけど、これはでもほんまにそうなんですよ。 詰め込んでガッとやったものはすぐ失われます。で、プロ勢っていうのはその半年間とかじゃないんで、それこそ5年とか、例えば昔の古い格ゲーをやってた、まあ、その古い格ゲをその誰の何のゲームを指してるのかわかんないですけど、もう想像を絶するほどやってると思います。本当に。まあ自分はそうです。少なくとも。例えば俺が今、なんだろうな、ギルティギア・イグゼックスやってください。 ってパッと言われたとしても結構できると思います。とかまあカップエースとかもそうだしまあなんかゲーセンでやっぱやってたゲームってもうなんかめちゃくちゃやってるからうんなんかもう自転車の乗り方レベルで覚えてるっていうただ人によると思いますね。あの全然そうじゃない人もいるしまあみんながそうじゃないと思いますね。まあでもシンプルにそのこのマシュヌシさんとの違いはもうやってる時間が違いすぎて比較にならないというのが答えですね。 半年多分,多分あの、今プロになってる家具ゲーマーやったら、多分、半年間やってても、このゲームやってたのって言ったら、多分やってないって言うと思います。あー俺、このゲームやったことないって言うと思いますそう。そういうレベルの人たちなんで、やるっていうのがどういうことかっていうハードルが尋常じゃなく高い人たちなんで、やったことないって言うけど、ちょっと勝ちだしたら、ちょっと勝てた時に聞いたら、あ昔ちょっとやってたんですよって言ってくる。でも、対戦する前やったら、多分やってないって言うと思います。じゃあ、次いきます。えー <music>